はい、イエメン2日目です。シバームというですねものすごく古い都市に来てます。これオールドとニューがあってですね、ニューの方が700年ぐらい、ニューでもものすごく古いんですけど、こちらがオールドはですね2000年ぐらいの歴史があるそうです。でそこに、普通の人たち、今までのその古い町並みに、人が住んでるのはこのシバームです。でここら辺に子供がいて、こういう風に見て、うー恥ずかしいっていう状態です。細い路地があってですね、窓枠とかがすごい綺麗なんですよね。この窓枠が彫刻が施されて、このストリートも綺麗ですね。なんかこの昔の建物にこの下の部分だけこの色がついてて、またそれもおしゃれだったりして、シバームはこんな街です。これからちょっと細い路地を探検したいと思います。